キアタママーモセットは、哺乳高霊長目、オマキザルカコモンマーモセット属に分類される霊長類。ブラジル南東部東道長17から25センチメートル。尾長33.5から37.3センチメートル。体重220から430グラム。側頭部や頬、耳毛は伸長する。頭頂部や顔の側面、頬は高貸色。耳毛は黄色。 タネ賞名フラビケプスは黄色い頭の胃。背面は濃淡のある灰色。胸部から腹部は黄色や大色。以前はコモンマーモセットの亜種とされていた。独立種とする分類を採用した文献で本種の和名を黄色耳マーモセットとして掲載していることもある。日本哺乳類学会の標準和名および日本モンキーセンター霊長類和名編さワーキンググループでは 本種の和名を、木屋マ,マーモセットとしている。下映えが密生して、ヤブ状の森林や林園、川辺林やその周辺にある、やや乾燥したソリンなどに生息する。中高生で、夜間になると軌道で休む。樹上条約して移動するが、開けた場所では、地表図体に移動することもある。昆虫、樹脂、果実などを食べる。幹や、太い枝に穴を開け。 樹脂が出てくるのを待ってから食べる。繁殖様式は耐性。1回に2頭の幼獣を年に2回に分けて産む。都市開発や農地開発、植林、ダム建設などによる生息地の破壊、ペット用の採集、大熱の流行により生息数が激減している。同族多種の移入による遺伝子汚染も影響も懸念されている。1977年に、 ワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。